はい、どうも、仕事です。今、小学校、中学校、休校、延期、してますよね。で、えー、来週から学校復活、復帰、えー、休校をやめる、みたいな、通常通り学校に登校する、みたいな、 感じになってるそうです。で、これで思ったのは、よく考えろよ。と思いましたね。なんでかっていうと、今この大変な時期に、各子供の 世代がどこに行ったかもわからない状況で、あれにかかってるかもしれないじゃないですか。で、そんな中、えー、学校に集めてですね、感染させようみたいな感じにしか聞こえないんですよ。はい。で、本当に、大人の都合だよな。 って思いますよね。感染者をどうしたら減らせるか。まあ予防じゃないですけど、今外出自粛、うちで過ごそうっていう流れの中で、わざわざ学校に、えー 行かせる意味があるのか、休校を終わりにするみたいな流れにする意味があるのかわからないです。勉強や、勉強なんかは、正直、えー、いつでもね、コロナが収束に向かってからでも遅くはないと思います。ただ、人の命がかかっているので、 今、休校を辞めて、学校に行かせる。イコール、まあ、言い方はあですけど、殺しにかかってますよね。そこのところを、えー、教育委員会なん、えー、学校の先生、校長ですね、とがよく考えて、どうしたら、 かからないでかかりづらい環境にできるかっていうことをよく考えましょう4月5日東京都が143人1日当たり、えー、最多を更新したっていうニュースを見ましたでそんな中ですね学校休校休終わるよ みたいいなニュースも同時に流れていますよくわからない状況ですね。ちょっとね、危機感がなさすぎますよね。ちゃんと考えろよ、行政。教育委員会、校長。子供をみすみす殺す気か。